ENTJ さん、はい、内向直感を伴った外向思考タイプですと、うん、ENTJ は論理的に妥当であると捉えたことには決断が早く、うん、論理的かつ客観的に組織立てたり枠組みを持って対応する。特に自らの戦略的な計画を加えたり場面を取り仕切ることができる場合に他者と共同共に働くことに喜びを見出しますと、うん、そんなこの ENTJ さんの組織への貢献の仕方は、緊密に練られた計画を作成する、組織に明確な構造を持たせる、大きな目標に取り組むための策略を練る、素早く状況を取り仕切る、混乱や非効率などによって生じた問題に率先して対処する。僕さっきあの INTJ さんのやつを読んだ時に、はい、うん、もう読みながら否定ができたんですよ、はい、これだとやっぱりね否定はできないんですよ、うん、やってるねとか思いながら、うん、っていうところに多分先ほどの INTJ さんの生きづらさが隠れてるんだろうなと思って、まあ、なんか外交なので、はい、多分行動とかは得意なわけじゃないですか。なんか早そうなんですよ、やってますみたいな。とか人を巻き込むことができる、交渉したりとか、あちょっとこれってこういう仕組みがいいんだけどさみたいな感じの周りの人を巻き込むことができるみたいな。 INTJ さんはなんか戦ってそうですもん、それは非効率だみたいな。なんでそこから入るの。みたいな。外交の人なんでもうちょっとこううまいこといきそうな感じなんですか。早くてね、早くてでこっちのことも多少、うん、なんかなんて言うんだろう、まあそういうのをなんかこっちのこともおもんぱかって、おもんぱかってるのか、がうまいこと利用してやろうのか、まあまあ それでもいいんですよ、はい、こっちがおもんぱかってくれてるなと思えばいいんですもん、はい、だってそれって、うん、それだけのことじゃないですか、うん、で気持ちよくしてなんか巻き込もうみたいなのが得意って話じゃないですか、はい、なんだろうななんて思うんですよ、うん、この ENTJ さんのリーダーシップスタイルは、行動的でエネルギッシュに周囲に働きかけると、うん、組織の長期的な展望を提供する、長期的なマネジメントを行い必要があれば強靭な手段も取ることができる、入り組んだ問題に楽しんで取り組む、可能な限り組織の効果を高めようとする。もう楽しむとか出てきますからね、うん、弱たり上手な感じですよ、まあ、匂いは しますよね、うん、やっぱり。でこの ENTJ さんのランニングスタイルは、最先端のことや理論をベースにしたことなどの専門性の高いことを学ぶ、うん、挑戦したり質問をしながら学ぶことを好むとありますね、うん、というこの ENTJ さんの課題解決アプローチは、論理的に分析し状況を管理できる状況にするため、これが T、うん、どうすべきかについて自分が捉えたこと N、うん、をベースに解決しようとすると。やっぱりどちらかというとこの ENTJ さんは先に思考なので、はい、うん、周りをどう動かすかみたいなことは先に考えるんですもんね、うん、状況をどうやって管理しよう、うんうん、いうのが先にあって、うん、でじゃあ自分が捉えたこと、うん、補助的にですね、補助的にですよね、はい、INTJ さんはこうやりたい、うんうん、これがいいはずだ、これがいいはずだ、こう組み立てた、うん、どやいいイライラン、はい、っていうことなんでしょうね多分、うん、でこの ENTJ さんの課題解決アプローチ でより良い解決に導くためには、事実についての現実的な判断を考慮に入れるっていうのが S で、で人や自分自身への配慮を配慮する、うん、人や自分自身への影響、まあ人にこんなことやると結局自分に返ってくるじゃん、うん、人やだから両方じゃないですか。もう一回、人や自分ですよね、人や自分自身への影響を配慮する、うん、人にも影響あるし自分にも影響あるって話じゃないですか。そこを考慮してないみたいな話じゃないですか。ああ、自分自身のこともこっち優先だから、うんうん、このなんていうの、こっち優先だから組織というか、まあ、うん、プログラムというか組み立てというか、外の世界が優先みたいな、組織が優先だと自分が2時4時間働くんかいみたいな状況になってますよっていう、うんうん、そんな感じじゃないですかね。なるほど。で人もそうやって働かせようとするみたいな、やめてやめて、うん、僕は美味しいご飯が食べたいだけだから、うん、もっと稼げるからみたいな、いいあの吉給でいいんですっていう人もいますもんね、はいはいはい、で
ENTJ さんが好む職場環境としては、複雑な問題解決をすることに重きが置かれ、成果主義で有能で独立心旺盛な人が求められていると、うん、ENTJ さんが好む職場環境、はい、いわゆる成果主義で有能な人がいてくれって話ですね、うんうん、で目標を達成することが奨励される、うん、能率的な人とシステムが備わっている、うん、報酬に直接努力が反映されるような挑戦のしがいがある仕組みがある、うんうんうん、社長に頑張ったねって言われることなんて求めとらんって話ですね。もうちゃんと頑張ったねってさっさ渡されるみたいな話じゃないですか。なるほど、なんかそういう業種ありそうですよね。あ、まあ、あの、はい、あるでしょうね。パーティーとか やりそうなトップの成績おめでとうみたいな、みんなでこう盛り上がるような、うん、あの本当に保険会社ってあれ貼ってあるんですね。何がですか。あ、グラフ、はいはい、うん、僕もあのデマ営業の時あったわと思って、はい、思い出しました、うん、僕いつもね下の方だったんですよでそういうところを求めるって話ですよね。なるほど。だから、まあ、ベンチャーとかも向いてるんじゃないですか。あ、僕あの同じフロアにいる人のモノマネばっかりやってました、うん、そりゃ伸びんですよね、うん、で明確な結果をもたらすことが奨励される、うん、強靭な精神を持った人で構成されている、うん、やめて基本計画が実際に応用できることに重きが置かれていると。僕一緒に働けるのかなってちょっと不安になりますね。ちょっとこの目標を達成するには今日徹夜しなきゃいけないでしょみたいな話ですよね。そう、あの徹夜してできることなら楽しいんですよ、うん、営業ってちょっと分かんないじゃないですか、うん、徹夜したところで、うん、だからまあベンチャーとかの方が、あ、いいんでしょうね、はい、本当に ENTJ でこれご覧になっている方は、うんうん、働く場所は考えた方が多分営業行った方がいいですよ、うん、で ENTJ は INTJ と似ているが、うまいことリーダーシップ取りますねと、取りますね、うん、あ、でさくらさんは INTJ だと、うん、がそうなりたくても自分のことで精一杯ですと、うん、まあ、そんなコメントがたくさん寄せられますもんね、うん、はい、ENTJ に弱点なんてあるのかって思ってしまいますと、うん、完璧すぎると、まあ、その完璧っていうのが弱点なんでしょうね、うん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 、もっと楽しいことあるよとかそういう話じゃないですか、違うタイプからしたら。そう、うん、それ楽しいって、うん、海行こうぜって、うん、サーフィンやろうぜみたいな、サーフィンやろういい波出てるぜって話ですよね、うん、とか、まあ、はい、女の子かわいいよって、はいはい、恋しようぜって話ですよね、うん、ではこの ENTJ の考えられる弱み、はい、課題に集中するあまり他者の気持ちを見過ごすことがある、うん、実務上の細かいことや限界を見過ごすことがある、うん、素早く決断を下しすぎて短期とか仕切り屋といった印象を与えることがある、うん、自分の感情を無視したり抑えようとしすぎたりすることがある。感情があるってことですね、まあ、感情はみんなありますよ、ね、体調あります、ありましたっけ体調、はい、かわいそうと思ったりすることってありましたっけ。ありますよ、特に今この時期だと、うん、本当全国本当気をつけてくださいね、あの水難事故、はいはい、痛ましくて、うん、僕本当にあの、うん、ワイドショー見れないんですけど、そういうのはないです。悲しくなったりはしない。でも自分の、うん、最近ちょっと忙しくて大変と思ってて、はい、やだなーな感じなんですけど、うん、そういうのは思ったりする、そういうのは思ったりしますよ。嫌みたいなのはありますよ。行きたくねーとか、やりたくねーとか、やりたくねーとか、うんうん、まあ、そういうのは普通にありますよ。あ、でもこれ別に感情じゃないのか、まあ、感情といえば感情ですよね。落ち込んだりはあんまりないですよ、ね、でうまくいかなくて、うん、お客様からうまくいってないですよって言われて、うん、はあってどうしようはあります。落ち込まない、まあ、その問題をどうするかどうしようですよね。この問題をどう解決するかですよ。そうで僕も、はい、そこにどうしようか考えてやるんですけど、うんうん、どこかで神頼みしてる僕はいるんです、ね、うん、メール開ける前にちょっと一旦神頼み、はい、で神頼みしてからメール開けて、うん、あ、やっぱりちょっと怒ってるとか、うんうん、そういうのやったりします。そういうのはやったりしないです。なるほど、うん、っていう分だけちょっとやっぱね生きやすそうに見えますよ、はい、うん、なんかそのワンクッション、まあ無駄、ああ無駄ですよ、うん、だってもう結果は出てるんですもん。
メール見れば。はい。でもなんかね、そのワンクッション入れないとね。そういうのはないですよ。怒られて嫌とかはあります。僕は S だからなのか、はい、もうしんどいのが嫌なんですよ。疲れるとか痛いとかが嫌なんですよ。はい、はい、寝不足、眠たいとか、はい、万全の体制でいたいんですよ。いつもそんな感じです、はい、ではそんな ENTJ さんの成長のためのヒント、人間的な要素や他者の貢献について感謝を表明する必要があることに気づきましょうと。勇み足にならないように、実際的なことや個人的なこと及び現時点における資源について注意深くチェックしようと。本当しゃかりきなんでしょうね、うん、決断する前に必要な時間だけ取って内省したり考え得るすべてのことに配慮しようと、うん、急ぎすぎてますよと、うん、目標達成ばっかり考えてる感じじゃないですか。周り見て人がついてきてますかと、うん、それが組織の体と言えますかと、うん、除草剤とかね、そんなことやってる場合ですかと、うん、自分自身と他者の気持ちを尊重したり認めることを学びましょうと。ビッグモーターに読ませてあげたいですね。はい、はい、はい。